あなたのことが好きです。好きになってしまいました。ままごとみたいな結婚をして、それでも僕らは夫婦というものを試行錯誤した。なんだそうだね。でも永遠に続くものはない。永遠に手に入らないものがあるばかりだ。職業、医療関係だと思ってるから、アダルト商品だって分かったらどう思うと思います？本当のことは言い合いじゃないか。お父さんどうですか？お父さんはピンピンしてるけど。え？旦那さんですか？何してたんですか？聞いてないんですか？どこ行ってたんだよって。その子、それはいいんじゃない？私たち離婚でしょ。はあ？私に隠してることない？あるっていうか。ないの？あります。間違うからな、人間って。あの時言わなかったことあっただろ。言いたくない。言わないと話さない。お願いして、私を作って。嘘と秘密の先にある美しく儚い答え。